1984年7月下旬、一和会二代目山広組若頭、後藤英二は、山広組射程、長野周一とともに、山口組に対する行動体を結成。若頭に抜擢されたばかりの後藤は、山広組の窮地を何としても救わなければならないという、強い使命感に燃えかねてから、気心が知れていた長野に、襲撃計画を打ち明け、長野を行動隊長に据え、 9月中旬には山博組から19人の隊員を選抜し合同隊の結成式を行った石川康雄は暗殺チームの葬式を取った首謀者とされている事件当時石川は36歳前年の一和会発足と同時に北山組から一和会長の山本博の直んに治っていた当初石川は先頭に立ち 自分自身の手で竹中を殺せることを考え、自身の率いる五道連合会の者数名に、その手伝いをさせるつもりで準備にかかっていた。あくまでも、自分が実行役との考えでいた。竹中襲撃を計画するまでに、石川は、匠組組、組長、匠勝をやる計画を立てていた。石川のもともとのお筋にあたる北山組から匠組に移籍した原連合の者を、五道連合会の者が、 大阪府堺市の病院で銃撃する事件もあった。その後、ターゲットを竹中組長一本に絞った。トップの竹中組長にターゲットを変更した理由は、8月23日付で、山口組から全国の遊戯団体に向けて出された、技術上が大きく影響したと考えられている。実行部隊は4人。長野修一、長尾直美、田辺豊樹、立花和 この実行部隊4人の他に、尾行や見張り、襲撃犯への連絡役3人がいたとされている。竹中組長暗殺は、この後藤英治と石川康雄の2人を中心にした、混成部隊で行われた。二代目山博組内同心会、会長、長野修一、40歳。二代目山博組直さん、長尾直美、47歳。長野は、山博組直さんであり、山博への忠誠心が。 強い長尾周一を合同体副隊長に指名した。二代目山博組内清野組幹部、田辺豊樹、三十七歳。長野とは旧地の中である。二代目山博組内厚生会幹部、立花和夫、五十二歳。田辺とその知り合いである立花が志願し、この実行部隊が編成された。長野ら四人の実行犯は、襲撃前に、自制の苦を残していたという。 まさに命がけの暗殺計画だった10月には一和会石川康夫常任理事は大阪府吹田市のマンション GS ハイム第2江坂に竹中正久の愛人が住んでいることを突き止めていた実際特区の昔からこの GS ハイム第2江坂は最も危険な場所になり変わっていた地元吹田署刑事課の巡査部長は前年の6月竹中正久が まだ4代目組長になってなかった頃からすでに508号室山坂忍の住民票を上げまた車のナンバープレートから通ってくる男が竹中正久であることを確認していた警察は貼り付け警備等の予防措置は取っていなかった11月には2度竹中正久を襲うチャンスがあったが近くに小学校があり強行しなかった12月初旬に 石川は竹中組長の愛人が住む GS ハイム第2江坂の204号室を知人名義で借りて潜入無線機を置いて GS ハイム第2江坂周辺の見張りを引1番から3番までの3人と交信できるようにしていた204号室は4番である長野周一も12月21日に大阪市西区の GS ハイム西長堀の302号室を借り武器の隠し場所にした 年が明けて、1985年1月12日、二代目山博組、若頭の後藤栄二は、石川からの連絡で、竹中正久が、GS ハイム第二江坂に来ることを知った。石川の報告を受けた後藤は、山博組の行動隊長、長野周一を、伊勢自動車道のツインターチェンジに呼び出し、共に水田市の GS ハイム第二江坂に向かった。車中、後藤は、 五口径ベレッタと25五口径タイタンと32二口径回転式拳銃都合山頂を長野に出渡した。同日、後藤は長野に石川を引き合わせ、石川は長野を GS ハイム第2江坂の204号室に案内し、無線機の使い方などを教えた。1985年1月17日に長野は三重県の山中で2代目山広組組員田辺豊樹 山広組広成会社邸頭立花和夫山広組組員長尾直美と共に拳銃の試し撃ちを行った翌日の18日には石川から38口径回転式拳銃を一丁受け取った19日にマンションで待ち伏せしたが竹中正久は沖縄に行っており空振りに終わっていた23日にも後藤から 受け改造拳銃1丁を受け取った竹中正久は袋の中のネズミ同然でありいつ命を取られても不思議ではない状況にあった被害者側山口組の動き竹中正久は分裂した一和会の会長である山本博や二代目山広組若頭後藤英二らにより完全完璧にその動きをキャッチされ続けていた その不穏な空気を若頭補佐、匠勝は感じていた。同じように、竹中正久の内縁の妻である山坂忍も不穏な空気を感じていた。よく、下にライトバンが止まり見張っているようなのよ、と忍は竹中正久に言った。わしが、週刊前やから、警察の車に決まっとるがい。と、竹中正久は、笑い飛ばした。忍は、 508号室の隣が空いたことを知り、竹中正久に買うように勧めたこともある。若い者を護衛に寝泊まりさせてはどうか、という提案だった。竹中正久は、護衛されるのを嫌った。特に忍ぶと会うときは、竹中本人は、やられるときには、どないしてもやられると、ガードされることを嫌っていた。山口組四代目として何もない状況なら、それでよかったが。 分裂した。一和会との関係がこじれている今、それはあまりに危険すぎた。運命の1985年1月26日、南組組員、松崎浩二は、早朝から動いている。まず、組長の南地からを車に乗せて、所要を済ませ、その後、姫路の竹中組に走った。到着は朝の9時半頃である。竹中正久を乗せ、1時過ぎには、 神戸市灘区の田岡邸に隣り合う敷地に竹中正久を下ろしたこの日は山口組新本家の上等式で半年後には観光の予定だった新本家は300坪の壮麗な和風建築であった上等式には若頭中山勝政、射程頭中西和夫本部長岸本才蔵若頭補佐渡辺義則らが出席した 紅白の幕を張ったテントの下で、紙コップに入ったビールで乾杯したのが、12時31分だった。幕の内弁当の昼食をとった後、竹中正久、中山勝正らは、ベンツ4台を連ねて、京都の南高八幡市に向かった。田岡文子の病気見舞いである。文子の容態は、よく、竹中正久は、上等式の報告も含め、1時間ほど、雑談を交わしている。 一行は午後3時半頃病院を出て、今度は大阪南に向かい、ホテルで食事をとった。その後、竹中は岸本や匠らと別れた。若頭、中山勝正が、いいから帰れと、護衛の者たちを帰らせた。これで、ボディーガードは誰もいなくなってしまった。この時点で竹中正久についていたのは、若頭の中山勝正と南チから、そして、 運転手ののの南組組員の松崎のみになる強いて言えばボディーガードは南地から一人である南地からにしても竹中正久についていないときは南組組長として数人のボディーガードがつく立場の人物であるしかしこの時点では過剰な警護を嫌う竹中正久に気づかれぬよう中山の豪遊会の組員が数名離れてガードをしていた 土曜の夜一日の行事が無事終わりあとは竹中正久個人の時間である竹中正久と中山勝正は夜7時道島のクラブに繰り出し飲み始めたそしてマージャン好きな愛人と共にマージャンをするという口実で中山と南が同行することにした同じ頃一和会の狙撃犯は拳銃を持って西長堀のアジトを出て GS ハイム第2坂の204号室で待機に入った午後9時前堂島のクラブを出て一行は南組の車に乗り込んだこの時はベンツ1台になっていた後部座席に竹中正久と中山勝正が着き助手席に南チが運転は組松崎浩二だったこの4人だけで GS ハイム第2坂に向かうことになった 行き先は吹田市江坂江坂には竹中正久の愛人が住むマンションがあった部屋はマンションの5階そして同じマンションの2階には一話会のヒットマンたちのアジトがあった正久にとってこの世で一番危険な場所となっていた襲撃犯たちは1月19日以降毎夜7時過ぎから12時まで204号室に詰め竹中正久を待ち伏せしていた 竹中正久らが堂島のクラブを出たのは9時近くだったここが何やらおかしい雰囲気であることは10日ほど前から一部幹部の間に知られ始めていた若頭補佐匠勝はボディーガードを任せてほしいと若頭中山勝正に強行に申し入れていた南地からもまた親父に怒られてもええからもっとボディーガードで固めるべきやと進言していた 若頭中山勝政は、そない、ややこしい感じか。ほなら、早速、ガードの人選をせなあかんな。わしが、いっぺん現場を見に行く。自分で確かめたいわ。と、この日初めて、竹中正久に同行して、竹中正久の内縁の妻の忍の、住む GS ハイム第2江坂に向かうことになった。そして、襲撃へ。 21時12分頃だった4番さん今、竹中の車が来ましたと、204号室に無線が入った。何台かと長野が聞くと、1台と無線は答えた。2台以上なら、中止、1台なら、欠航と決めていた。池、長野の号令で長尾、田辺、橘が、拳銃を手に部屋を飛び出した。 無線のスイッチを切った長野がこれに続いた。竹中正久らは21時15分頃、GS ハイム第2江坂に着いた。南地からが車の松崎にしばらく待機していてくれと言い置き、竹中、南、中山の3人が車外に出て1階ロビーに消えた。松崎は一方通行の道を玄関口から十数メートルほどバックで車を下げた。 先行した3人は階段を駆け下りて1階の階段横の壁に身を隠し竹中らが姿を現すのを待った玄関の自動ドアが開き大声で談笑しながら入ってくる3人の男が確認できたうち1人は竹中に間違いなかったその3人がエレベーターの前で立ち止まった瞬間3人のヒットマンが飛び出していった田辺が温度じゃ時計 と叫びながら、先頭にいた南を押しのけて、2メートルほどの至近距離から竹中めがけて2発発射した。竹中、わりゃ、なんじゃ。と叫びながら田辺につかみかかろうと、右腕を伸ばした際に、その銃弾を受けた。その右手人差し指を吹き飛ばした銃弾が、右腹部に命中した。ついで、田辺は、中山の腰背部めがけて1発発射し、命中させた直後、 田辺は南に体当たりされ仰向けに転倒した田辺は南の背中めがけて一発発射しが当たらなかった田辺は立ち上がろうとしてさらにもう一発を暴発させている南が馬乗りになってきたため立花は32口径の改造拳銃で南を狙ったが不発南が背中に近い腰のベルトに差し込んだ拳銃に手をかけようとしたところ 背後から長尾が襲いかかり、南の首に腕を巻きつけて、頭部に拳銃を押し付けるようにして発砲。南の左側頭部を狙い、致命傷を与えた。頭部を撃ち抜かれていた。南は、その場に倒れて絶命した。南は拳銃を発射していなかったが、両手には消炎反応があった。自分に向けられた長尾の拳銃を両手で奪い取ろうとしたものとみられる。 長尾は32二口径の回転式拳銃で竹中正久の腹をめがけて一発撃ったが外したついで向かい側にいた中山に一発を撃ち右胸に命中させた長尾は倒れた中山の顔をめがけて一発を命中させたこれが中山の致命傷になった中山は顔面背中などに三発を受けてほぼ即死一方 腹を手で押さえながら、前鏡の姿勢になった竹中に、立花が、さらに銃弾を打ち込んだ。腹は、竹中の右鎖骨下から、心房を抜け、肝臓に達していた。すべてが一瞬の出来事であった。行動隊長の長野が、一階に到達した時には、激しい銃声が鳴り響いていた。床に座り込んでいた竹中は、致命傷を負いながらも、渾身の力を振り絞り、 自力でホール玄関へ向かった。長野と橘が、コラマ短海、と叫びながら、その後を追い、拳銃を発射したが、弾は外れた。長野は、橘を追い越して、竹中を追った。一方、GS ハイム第2江坂の忍は、開花の銃声に飛び上がるような胸騒ぎを感じた。竹中正久から、これから行くと、電話があり、ちょうど着く時間だった。忍は開花に降りた。 真っ先に目に飛び込んだのが、南チからの顔である。南は、首をねじり、顔の左落ちだまりに、突っ込むような形で倒れていた。もう一人左手奥に、大きな男が、身体を投げ出すように倒れていた。忍は、もしやと思い顔を覗いてみたが、目の下の重口から血が溢れ出ていて、誰なのか見分けがつかない。忍は、北海道旅行で中山を知っていたが、 それでも見分けがつかないほど、中山は、むごたらしい傷を負わされていた。忍は、体の震えが止まらなかった。松崎が車をバックさせていると、立て続けに銃声が鳴り、続けざまに青白い閃光が走った。いかんと、一瞬思った。親分を救出しなければ、ベンツを出しかけると、エントランスから、正久がよろけながら出てきて、車と反対側へと逃れるのが見えた。 それをううように、男が二人マンションから飛び出してくる。松崎はそのまま全速で竹中正久を追ってベンツを真横につけ抱き抱えて竹中正久をベンツに乗せた。正久は気丈にも大丈夫やと言った。男たちは車に気づき立ち止まった。一人が道の真ん中に拳銃を構えた。このままでは撃たれる。松崎は ベンツのアクセルを目いっぱい踏み込み、男をボンネットに跳ね上げた。それが、長野修一であった。長野は、避ける、間もなく、ボンネットの上に跳ね上げられ、道路脇に弾き飛ばされた。どこをやられました、胸と腹や。竹中正久は、はっきりとした口調で答えた。松崎は、南区津包丁の南組事務所に急いだ。すぐに救急車を呼びますから。 ううんうんと竹中正久はうなずいた松崎は南組事務所に自動車電話で気球を知らせ救急車の手配を頼んだ南組事務所に到着し救急車に乗せられた忍が自室に戻ると松崎浩二から電話が入り親分を車に乗せているという忍は南ともう一人倒れていることを知らせた竹中正久を乗せたベンツは 21時30分近くに、南組事務所に着いた。救急車に乗せた。竹中正久は、横たわったまま、左手の腕時計を自分で外して、突き沿った組員に預けた。救急車が走り出したその時、正久は、体を起こせとつぶやくように言った。上半身を起こしたかったのだろう。これが、正久の最後の言葉となった。病院に運び込まれた竹中は、 医師団によって生命維持装置が取り付けられ、集中治療を受けた。心臓は一時停止し、電気ショックによって再び鼓動を始めるという危険な状態だった。レントゲンで肝臓と腎臓に銃弾が発見され、異常に硬化した血圧の回復を待って、翌27日午前0時過ぎに手術が行われた。手術は9時間に、および気管を切開して、酸素を心臓に送り、 強心剤と血圧上昇剤が注入され、同時に、銃弾の摘出手術が行われた腹部の弾丸は摘出されたものの、肝臓に達していた。もう、一発の弾丸は、大量出血により、死亡する恐れがあると判断され、摘出は見合わされた。手の施しようがないほどの状態だったのだ。手術を終えた医師団は、病院に集まった中西和夫射程頭、岸本再蔵本部長。 匠勝る若頭補佐、渡辺義則若頭補佐、桂木正雄若頭補佐、そして実弟の竹中武竹中組組長らに秘匿の状態です。治ったにしても、元通りには、なれないでしょうと告げた。手術を終えた竹中は、生命維持装置をつけ、輸血のみで、かろうじて動いているという状態だった。何度も呼吸が停止しては吹き返すという、強靭な生命力を見せたが、 狙撃されてから26時間後、翌日の1985年1月27日午後11時25分、意識不明のまま息を引き取った。司法解剖に当たった医師は、被弾後26時間も、生命を保った竹中の生命力と精神力に驚いていたという。竹中正久4代目、51歳。山口組4代目を継いで、わずか202日にして、波乱万丈の生涯を閉じたのである。 一方、中山と南は現場から千里救急救命センターに搬送されたが、共に即死に近い状態で、南は同日26日午後10時10分に脳挫滅で、中山は翌27日午前1時9分に脳挫傷と頭蓋底骨折で絶命した。実行部隊のその後、竹中を暗殺した一和海襲撃部隊のリーダーである長野は、 マンンション玄関まで竹中を追って銃を構えたところをベンツにはねられていた顔面を強打した長野はその激痛に耐えられず犯行現場近くの診療所に駆け込み交通事故に遭った救急車を呼んでくれと叫び救急車で別な病院に運ばれた顔などに全治2週間の怪我を負った長野はしきりにやばいやばいとつぶやいていたという 病院から連絡を受けた水田署交通課の警察官に対し、長野は正直に自分の身分を明かした。大阪府警はすでに竹中襲撃事件で大わらわとなっていた。単なる交通事故と思ってやってきた警察官は慌てて署に連絡し、身柄は水田署捜査本部に移された。その行動はまるで警察に保護を求めるかのようだった。捜査本部で。 長野は、しきりに、竹中の生死を尋ねた。捜査員は、その結果について言葉を濁しながらも、えらいことをやったな。天下の山口組の親分を撃ったんだから、おまけに、頭までとは、前代未聞のことやでと話すと、ぽつり、ぽつりと、事件の核心について供述し始め、翌27日の朝、殺人などの容疑で逮捕された。また、長尾、田辺、 立花の3人は走って現場を離れた後、別々にタクシーを拾い、途中何度か乗り換えて、大阪市内のアジトへ戻った。そして、2代目山博組本部事務所に事件を起こしたことを報告した。すでに、この時点では、テレビなどで、山口組の竹中4代目組長が重体、中山若頭、護衛の南組長が死亡というニュースが流れていた。この時点では 長野がどうしているのか分からなかったが、その後3人は、アジトを出て、バラバラに逃走した。やがて、3人は竹中も死亡し、長野が逮捕されたことを知った。さらには、長野の供述から、3人の関与が判明し、殺人容疑で指名手配された。2月1日、一和会幹部から、3人を自主させるが、少し時間が欲しいという連絡が入った。そして 約束通り、2月6日に3人は、一和会、松本克実本部長に付き添われて出頭、逮捕された。4人は、取り調べに対し、犯行の動機について、一和会のどの組織にしても、山口組からの熾烈な切り崩し工作には、強い意気通りと危機感を強めていた。それらの襲撃部隊が連携して動くようなことはなかったが、互いに、その存在は意識していたと供述した。 他の一和会系有力組織も、独自の襲撃部隊を計画していたらしい。また、リーダーの長野は、竹中が、うちの親分、山本博一和会会長をないがしろにしたので、命を狙った。親分のことを馬鹿にされて、そのままでは、子分のわしらの面目が立たない。山広組では、昨年の3月に、参加の組から、20人ほどの組員を選んで、襲撃部隊を結成し、 和氏が隊長になっって指揮を取った11月にはその組員の中から根性があり適任者と思われる長尾田辺橘を選び竹中暗殺計画を打ち明けたと供述したさらに2月19日には長野らの供述により一和会計北山組若頭だった石川康夫五道連合会会長とその配下組員3人そして 2代目山広組若頭の後藤英二後藤組組長が殺人などの容疑で全国に指名手配された当然ながら彼らは報復を誓う山口組のターゲットであるこのうち後藤は警察当局ではなく山口組の手によってヤクザ人生にピリオドを打つことになった